様こんにちは。こんにちは。今日もスタイリストの大沢さんと、はい、一緒にお送りしてまいりたいと思います。田崎銀座本店にお邪魔しておりますけれども、はい、田崎真珠さんといえば、1954年創業ということで、最初は創業者の方が養殖真珠の、まあ、販売ということをされていたということなんですけれども、ご自身たちでも養殖場を作られて、まあ真珠の、増産というかに挑んでいくわけなんですが、一番のエポックメイキングといいますと、1970年にマベパールですね。はいはい、もう田崎さんといえばマベパールという印象がやはり、ですよね。はい、やっぱりスタートというかね、やっぱり私の中ではその印象が強くあります。非常に半円形でとても滑らかな、きめの細かい、ね、美しい光沢の真珠ですけれども、世界でもそんなに、ね、ないものですね。ですよね。だからやっぱり田崎さんのマベパールっていうと、当時世界中を驚かせた、そうでしょう、真珠だという、まあ、その技術力も、はい、やっぱり海外ではかなわないものとして、まあ、そういう驚きもあったんじゃないですかね。そうですね。だから今それこそね、インバウンドの方とかもたくさんいらっしゃると思いますけれども、やっぱり日本の真珠、田崎の真珠っていうものに憧れてやってくる方とても多いんじゃないかなと。わかりますね。まずはって思いますね。そうですよね。日本を代表するっていうところがあると思います。田崎さんといえばそのマメパールの他には深淵真珠と養殖というものももちろんされているんですけれども、ダイヤモンドのね、サイトホルダー、ご存知ですか？いや、ちょっとごめんなさい、はい、サイトホルダーというのは原石、ダイヤモンドの原石を、自分たちで手に入れることができる資格なんですね。ですからそれを自分たちでカットして研磨してっていう、まあ、要するに技術力も当然大切なんですけれども、そういうサイトホルダーという資格を日本で唯一持っている。そうなんです。すごいですね。すごいんですよ。ダイヤモンドも真珠も、うん、そうですね、という大変に力強い、ね、はい、ブランドになります。ですね、うん、ですね。はい、そんな中でも一番大きなエポックメイキングだったのが、2009年に新しいクリエイティブディレクターとしてタクン・パニプガルさんが就任したことだと思うんですけれども、はい、タクンのデザインは衝撃的でしたよね。衝撃でしたね。まあ、まずはバランスですね。はいはい、そこからスタートして、初めてそれを目にした時に、うん、パールがこうなるっていう、なんかそれこそ衝撃というか、うん、これどうしてこういうものが考えついたんだろうって確かに思うぐらいでしたね。そうですね。この後バランスゆっくりいろいろと皆さんに見ていただきたいと思いますけれども、まあ衝撃的な出来事でしたね。彼はものすごく斬新なデザインをたくさん作っていて、これも今日大沢さんまさに今身につけていらっしゃいますけれども、カフもつけて。そうですよね。こちらはなんていうシリーズでしたっけ？これはデインジャーですね。デインジャー、はい、食虫植物が。そうなんですよね。ちょっとこう、自然界の生物のなんかちょっと危険なものというかね、うんうん、まあ、そのデインジャーでしょうけれど、はい、そのちょっとしたものをですね、形にしたことがなんか面白かったし、うん、それからなんか思ったより可愛い。これちょっとゆっくり体験していきたいなと思っています。そうですね。はい、一足早く大沢さんは身につけていますけれども、はい、この後私もいろいろと試させていただきたいなと思っていますけれども、はい、はい、この後4階の方に移動してまたお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは場所を移しまして4階のハイジュエリーサロンの方に、お伺いしております。素晴らしいものがたくさん。いや、もう本当になんかもう
パワーがすごくて確かに、まあ、今日ちょっと元気いただいて帰りたいっていうのは、そういう感じですね。美しいものと、うん、もうエネルギーのあるもう素晴らしいものがたくさんありますね、うん、やっぱりあの、ね、これからご紹介をするバランスやデインジャーもそうですけれども、何でしょう、この田崎さんのデザイン性というか造形美というか、うんうん、あの素晴らしいものが本当に揃ってますのでね、うん、あの皆さんもぜひお越しいただければなと思うんですけれども、あのさて早速ですが、はい、今日は大沢さんに選んでいただきました、はい、バランス、さっきちょっとよくお見せできなかったので、はい、こちらでこういうものですね、はい、皆さんもダイヤモンドがまた一列についた、うん、並んでいる、はいはい、ものが、ありまして、これ辺はどういうポイントで今日は選んでいただきましたか。あのダイヤモンドがついたものをあえて選びまして、うん、はい、あ、はいはい、あのパールだけのものは、まあ、ある程度やっぱりちょっとこう、私たちの年齢でいくと、うんうんうん、やはり少し光ったものがあった方が、あった方があのより美しく、うんうん、そしてまた光をいただけるという意味では、はい、ダイヤモンド入りをぜひと思っております、うんうん、はい、なるほど。これはこのバーの部分にダイヤモンドが使われていて、はいね、はい、こちらのリングとかは、はい、これはソロですよね、一粒だけ入っていて、一粒だけダイヤスソロ入っているものがあります。ちょっとこれ、うん、今日私あの一連のこの連のネックレスもつけさせていただいているんですが、じゃあこれを重ね付け、はい、そうですね、レイヤード、はい、それもなんかちょっと私連にレイヤードするんだって思ったんですけども、それがいい、まあ、大人の付け方じゃないですか。そうですね、はい、ちょっと試してみたいと思います、はい、いっぱいつけてみました素敵ですなんか私こういうレイヤードってすごく新鮮、新鮮、真珠で ね、パールパールのレイヤードって可愛いですね。例えばダイヤとパールとか、うんうんうん、あのちょっとこう違う素材のものをあのレイヤードすることは割と普通にあるんですけど、はいはい、今日はあえてあのパール、パールオンパールで、はいはい、でもなんか大人な、大人だからこそ、うんうん、なんかこう嫌味がないというか、そうですか、はい、すごい素敵、うん、であと今ね、イヤリングをつけていただいて、ちょっとこういう付け方があるって私も発見だったんですけれども、普通ならこう両耳片側ずつにつけるんですけど、はい、まあ、私も今日あのカフをつけさせていただいてますけど、はい、あの片耳に寄せるっていう考え方、うんうん、全然ありですねありですね、うん、なんかあのおそらくそれぞれの耳の形によってつけやすい場所だったり角度だったりあるとは思うのですけれども、ちょっと私の耳だと今こんな感じでつけてみましたが、ね、今あの全然こう違う方向向いてますけど、うんうん、並べてこう平行につけても今可愛かったし、はい、あと一つが横、一つがちょっと縦っていう形もありかもしれないですね。そうですね、はい、面白いですね。面白いじゃないですかね、はい、であの、まあまあ、ピアスホールが空いていればね、うん、片耳に例えばダイヤモンドスタッツ一つだけつけてこちらに2個つけるって言ってもいいし、あ、まあ、あの胸元ね、今日今、はい、あのレイヤードしてますけれども、胸元を割とシンプルにして、うん、あのやはり耳にいっぱいつけるっていうのも、うん、今のつけ方としてはありだと思います。そうですね、はい、大沢さん今日イヤカフ、ね、うん、はい、つけていらっしゃいますけど、はい、すごくなんか今トレンドですもんね。そうなんですよ ね、なんかやっぱり目引きますよね、うん、なんか耳のおしゃれがすごく今、うん、気になります。私自身もいやいいと思います。であの若い子だけかなと思いきや、はい、あのある程度私たちの世代でも、うん、ヤカフって全然ありだっていうか、うん、あの違和感がないということを最近、はい、すいません気がつきまして、あの撮影ではすごい使うんですけど、もう自分の年齢で買うってどうなのかなって思っていて、なんか頑張ったように見られるの嫌じゃないですか、はい、若い子と同じように。でもそれがなんかつけてみたらすごくさらっと、あ、なんかそんなになんか気にならないなっていうのと、うんうん、あとあの何でしょう、お洋服も意外と合わせやすいということも、うん、あの私なりに気がつきまして、ね、今日はまあこういった形にしてますけれども、はい、でもなんかこの2個付けも、はい、2個使いはなかなかとっても新鮮で面白いですね、はい、いつもなんかコンサバな方なので今日はすごいトライだなと思いますけど、はい、ちょっと頑張ってみましたお似合いですありがとうございます。で、はい、大沢さんは、はい、あの今日はデインジャーを、ね、最初からつけていらっしゃいますけれども、はいはい、まさかそこでは終わらないですよね、まあはい、あのせっかくやはり田崎さんですし、はい、もちろんこのアイコンであるデインジャープラス、うん、そしてやはりパール
をやはり同じように重ね付けしたいかなと思っています。それはデインジャーのパールバージョンですね。パールバージョンですね、うん、はい、これ角ですよね。そう、ホーンですね。ホーンですよね、うん、でこの角、いわゆるデインジャーの角とこのコンサバナパールのこのコラボが、はい、いやなかなか考えつかないじゃないですか、うんうん、でこれを可愛く綺麗に見せる、まさに田崎マジックだなと私は思いました。本当ですね、本当ですね。なんか田崎さんのおかげでパールがなんかいろんなものとコラボして、で一つ一つが、あ、パールってこんな風につけられるんだっていう、うん、なんかこう、うん、そうですよね。なんとなくこう日本人ってどこかに冠婚葬祭的にこう刷り込まれている部分っていうのがありますけれども、ものすごくファッショナブルなアイテムになって、あ、素敵素敵、ね、素敵です。花粉もあって、うん、なんかあのこんだけつけてるのに、なんかそんなにこううるさくならない、うんうん、あの、うん、割とパールの粒も、ね、そうですね、これ小さめなので、ね、小さめで、うん、すごく馴染みがいいですね。可愛いですよね。やっぱりこういうところが、うん、あのさっきも言いましたデザイナーのタクーンはファッションデザイナーっていうところもある。ジュエリーだけを見てここだけでデザインをしているというよりも、やっぱり女性のトータルファッションという中でのデザインができてるから、こういうことが生まれてくるのかなという印象も受けますね、うん、あ、そうですね。あとね、やっぱり、ファッションをある程度やっていらっしゃるので、うんうん、思い切りがいいんですよ。あとやっぱりアートと合体しているところがファッションってあるので、はいはい、結構そのアート好きですと、うん、何か分からないけど、こう私たちがこう思いもよらないものが形になったり、あ、どっかやっぱりアーティスティックなところが、うん、まあ、あの田崎さんの、まあ、ジュエリーにはそこここにあって、なんかもうすでにいいじゃなくてね、うん、そのまあ、さっきも話してましたけど、あの食虫植物とか、それから自然界のいろんな生物を、これがっていうものを形にしている、うん、特にこのシリーズはそうですね、さりげなくつけてましたね、重ね付けつけてみました、はい、これ食虫植物ですかね、すごいこう歯みたいにこう上下からガッとダイヤモンドを挟んでいる、挟んでいる。でもうちょっとここから少し牙というか、うん、もうトゲが出ているような、もう今にもパクッといっちゃいそうなこのデザインが、うん、あのましてまたここにね、台が一つ入っていて、ちょっとこうかじってるのかなみたいな、うんうん、こういうその意表をついたこの食虫植物がなぜジュエリーにって思うような、うん、その考え方がやっぱりファッションをやってる方だったからこそ、やっぱりなんかある意味思い切りよく、それとアーティスティックというか、はい、その合体させるっていうところでは、うんうん、発想がですね、やっぱりより一層広がって、 なんかすごくタクンさんのデザイン、うん、私も好きですし、うん、あのますますなんかファンが増えてるんじゃないかなと思います。ですね、はい、なんかあの先ほどちょっとあの田崎の店員の方とお話をしていたら、あのお客様はまずやっぱりバランスから入られる方が多くて、でコンプリートして、その指も買いました、胸元も買いましたって言って、次もっと面白いパールのおしゃれがしたい、ダイヤモンドのおしゃれがしたいと言ってデインジャーに行く人が増えているって聞きましたけれども、ね、なんか分かりますね。分かります、はい、なんかねちょっとあのトライしていきたくなるじゃないですか、うん、ちょっと面白いものに、うん、はい、そこが多分取っかかりがバランスから入って、うん、え、こういう風にこういうパールが、清楚なパールがこういう風になったんだっていうところから入って、うん、そしてこういうまたちょっと面白い形にトライしていく、でちょっとね、うん、なんかこう癖になる感じですかね。そうですね、はい、でもなんかあのジュエリーも本当にあのいろいろなブランドがあって、いろいろな、まあ、なんていうかね、コンセプトだったりありますけれども、この田崎さんは本当に、ね、一度ぜひちょっと来て見てみてほしいなと、ね、ちょっとね実際手につけてみると本当に違いますね。いや本当に美しいですし、うん、あととにかく言葉は、私すいません、うん、なんて言ってよか、あの面白い、あ、面白い、はい、楽しいんですよ、すごい大事で、これって何ってちょっとこうよくわからない形のものがあったり、え、これなんかパールに角が刺さったように見えてるっていう、こう頬のタイプもそうですし、何か思いもつかないような、うん、一つなんかこう、ああ何これっていったものを探りながら
身につけていただくと、うん、本当になんかこうそれもなんか大人ならではのジュエリーの探し方だったり楽しみ方だったり、ね、楽しみ方だと思います。そうですね、はい、今日もいろいろと楽しいお話をありがとうございました。また次回もぜひぜひご覧いただければと思います。今日はありがとうございました。食虫植物でした。